ボタン峰は、朝鮮民主主義人民共和国の平壌の中心市街地北部、ボタン峰区域にある小高い丘で、最高部は標高95メートル。その名の由来は、全体の姿がボタンの花のようであるからだという。東に大同光が接し、北、西、南の三方向へは、山頂からいくつもの尾根が花のように広がっている。 ピョンヤンでも一番の景観の素晴らしさから文人に称えられ、朝鮮八景やピョンヤン八景の一つになっている。かつての高句麗時代以来、ピョンヤン城の北端を守る要塞であり、今も城壁や楼郭が残る。文録の訳では、一旦日本軍に占領され、民軍との戦闘により、楼閣や仏閣が破壊された。日清戦争の際は、新国軍の守る。 要塞、ボタンダイであり、1894年9月15日からの平壌の戦いの際には、日本軍との間の激戦地となり、ここから平壌城が陥落した。丘陵地や周囲一帯は、現在公園となっており、遊園地が整備されている。また、公園周囲は、文化施設や、外線門、近日清スタジアムなどの記念物が散在する。 日本統治時代の絵明デ寺と春のボタン大を積みつ大これらの起源は多く高栗クの都の城に遡り、その祖先を使用するなどしている。ボタン法は地元住民の憩いの場になっている周囲には様々な施設や記念物がある。ありがとうございます。